こんにちは。今日は、T はまだなんだけど、今回は、私、徳のタックル紹介。もうね、寒くてね、もう釣れない。もう、激渋なのよ。ゆろくちゃんとも行った、もう行ったよ、おやじとも行ったよ、もうボロボロの日が続いてますね、最近。もうまともに釣ってないんだよ、ゲコタン。はい。切ないよ。まあ、今日はね、私のタックルボックスの中身についてちょっと紹介させていただこうかなと思います、ね、冬はちょっとね大変なんで、この時期にタックルボックス紹介ちょうどいいのかなとも思いました。はい、ここずらっと並んでる、おいのタックルボックスの中身、あのピンクのボックスにいつも入ってる中身よ、これ。はい、しこたま入っとるよ。こういうのまだ抜けとっとなっとるよ、まだ。へぇー、エギングのとの朝と言っちゃう、エギズエギ、もう山下ばっかおけど、あとはジュエルさんともあったりするけど、あとはこんな感じで、いつもどこに行っても何ができるように持ってってるっていう状態です、はい。視聴者さんからもね、結構何使ってるんですかとか、エギングタックル何ですかとかあったとけど、まとめてね、いろいろ紹介できたらと思ってるので、今日はけいこちゃんの疑問を踏まえて、はい、初心者の方とか中級者の方まで自分が持ってるものを参考になるようにちょっと質問してもらおうかなと思ってます。はい、以上でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一個ダウン。はい、いいでしょ、質問して、はい、いいですよ、なんか質問してください。はい、じゃあまず1個目、なんか人と喋るっていいね、はい、なんで、じゃあ1個目、1個目、はいはい、はい、なんですけど、私基本リールはこれおすすめだよって言われたものを使っているので知識がないんですけど、性能でどう違うんだろうっていうのがちょっと聞いてみたいな。おーしょ、濃いね。結構意外と初心者たち多いかもしれないよ。うん、どうだろう、今から買おうとしてる人たちの参考にってことだよね。いいですね。これシーバスよ、これシーバスロッドさん、これリール、僕が使ってるのはこれツインパワーね、シマノさんのツインパワー 4000XG ってやつを使ってる。糸はこれで 1.5 番巻いてるけど、もう一個ツインパワー持っとす、それは1号は巻いてる。リールの性能についてけど、 HG ってあのハイギアなわけで、こっちが PG、 これパワーギア、大きく違うとは、こう PG って書いてあるとは巻き取りの速さ、なんだろうな、チャリンコの工業技さ、はい、その一足よりさ、軽くてシャカ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 って行くけど、あんま進まんて、PG は、これ巻くとの軽かわけよ、で、HG ハイヤーギ、巻くとのちょっと重かけど、いっぱい巻き取ってくるわけ、PG は軽かけど、少なく巻き取る、で、HG は巻き取りがたくさんできるけど、ちょっと重いよっていう話、あと、ここに慣れと思うけど、ハイヤーかファーギア使うジグとかルアーによっても早く泳がせたいとかゆっくり泳がせたいとか、ファーギアとか一緒にちょっと大変だよ、追いつかんわって次ハイヤーがよくやろうしって、そんな感じ、あとは4000とか3000とか、糸の差、これ 1.5 号は何百メーターって決まっとしたリルに書いてあったの、これなんて書いてとかね、もうコマンチすぎて見えんだこれ。まあ今見えたとこの通りですけど、何号は何メートル負けるって決まっとる。でまあ、自分が使いたいラインのサイズに合わせて、決めたらいいと思います。はい、こんだけ並べとくけどね、今リール1個の紹介だよ。このペースで初期ドカンになったよこれ、はい、ちなみにですね、あの1号と 1.5 号で2本な太さを糸変えられてる、ああいい質問するね。おー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 おおお、細かったら細いだけ飛ぶわけよ、で沈むと早かわけ、太かしこう、もう抵抗を受けて飛びにくくなるし、沈むともう遅くなるわけ、そういった意味で使い分けをするために1と1.5、分かりやすい、分かりやすい、本当に、よかったよかったよかった、ありがとうございます、すごい理解できます、おーよかったよかった。じゃあリールについて竿なんですけど、はい、竿、はい、竿の性能、はい、社長が選ぶ竿の性能、まあどう違うのかっていうのを、なるほどね、知りたいです。僕が選ぶ竿の性能、竿の性能、長さもあるけど、長ければ長いほどこう結構飛距離のズッキー好きっちゃう、でも環境でさ、後ろになんかなんてごちゃごちゃ木のあったりとか、ちっちゃなスペースとかやったらちょっと短めね、あとはしなり、そのこれはいつもずっと使ってるこれラテオってやつけど、これね、なんでラテオ、ずっとラテオさ、初めからラテオさ、 10.6mlb とか書いてあった時なんですよ、じゃあこれ 10.6 フィートの ML っていう硬さ、ミディアムライトの、B スピニングリールってこと、S と B しかなかわけで、後ろは B はベイトリールタイプ、UL って結構あったけど、あのほら
あいつアジングとかで結構使ったりするかな。あのめちゃめちゃ柔らかいやつ。柔らかかっていうことは何のかというとちっちゃかルアーでも投げやすくなってくる。もう軽かルアーでも飛んでくるって、うん、これが硬いヘビーになってくると、うん、その飛距離は出らんけどロッドのパワーの強化圏がちょっと重めまで使えるよっていうことになってくる、うんうん、それぞれと思うけど長さと硬さは、うん、こう実際触ってみてこう、まあ、一番初心者は M から始めると思う、うんうんうん、というところで使い分け使いたいルアーによって変える、うん、っていうこと。次の質問かと思います。はいはいはい、はい、どうぞ。ここに展開されているルアーたち、はい、いよいよ来た、はい、この中のもう全部いいよ、全部聞いてよどれか私にください。おいおすすめのルアーを教えてください。行くんなら横ば行くんな。先にじゃあ、うん、シーバスから聞いてもいいですか。あ、シーバスおすすめルアー。あーシーバスから来てるねあもうね、ここ外せんと思うな。ここ外せんな。シーバス外せない系やろ。シーバス外せない。アニメ機械じゃなくてこれね、一般的にね、一般的に初めやばい、服カバーつけて大事にしとっとさ、はい、で毎日仕事行く気もだんだん服カバーの邪魔になってくる。そうですね、全部ここに入ってると1軍しか入ってなかったけど、うんうん、中でもってやつやね。こういう時にこれ使うとか、なんかこう順番とかそういうのがあったら。あー順番、いいこと聞くねごめんね、結構ってお昼休みやったけどね。いいちょっとトイレ行ってきていいですか。え、うん、おかよ、行ってみる。ごめん、さっきさ、そうやったら、いや、うんこしゅってか電話かかってきてくださいうんこ流せなくなったってさ、ごめん。こんなもんでしょうかね。順番とかって言ったろ。はい、そう、大事、うん、大事だぞ。それすごい大事よ、結構ったん。はい、初めから恋は投げ音しちゃってさ、一緒に行った人の、うん、ちょっとショックさ、うん、ね、鉄板バイブ、これ食うよ、うん、これ、これやっぱ食うさ。もう初動で一本確実に取れると思った時は、うん、こいつ殴いよ、うん、でも恋でもし追っかけてきたら絶対、うんうん、こいつ一番波動がごつかわけ、うんうん、だけど飛ぶ剣が後半に探れるわけ。使い方は沈みの早掛けがちょっと難しくなる、うん、こいつは俺はもう後の方に持ってくる、うん、最後ずっと投げ続く時とかにはこいつはずっと使う、うん、で順番的にいくと一番初めに投げるのは、うん、基本的にやっぱりね、あの、まあ、大体1本確実に取ろうとするけど、もうこの辺が1軍かな。あの一発目に殴ったの VJ、ハマオ、あとはこれなんかね、ジョルディ、うんうん、この辺で大体来ますさ、ほとんど、うんうん、この辺大体来ます。本当にワーム系は基本的にこうシーバスだけじゃなくて青物も釣れる。トントン飛ぶくせにワームやっけんが、うん、他と使う余地なくなってくるやんってなってくるわけ、うんうん、気はギリギリは引くとかさ、難しかったところがするとき、うん、どうしてもワームって沈む剣が、沈みの早掛けが、そういう時にこういうものが使い始める。巻き取り速度とか調整も効くわけ、食わせも強掛けワームでもまず攻める、うん、でも浅かとこがゆっくりってちょっと難しくて、うんうん、そういう時にこういう美濃系はサイレントアサシン、うんうん、フラッシュボスト、サイズ感、ベイトに合わせてます、おー、はい、青物とかは吸っときとかはもう大体この中に含まれんけど、シーバス用としてる、ね、で、唯一こいたよね、うんうん、マッスルショット、こいつ、イロハマッスル、これも昔からのまだ使う、うん、こいはこれらば投げても、こんで、もう心折れるときはね、うんうん、こいつで何度も救われたこいつであんまそんな泳ぎよかわけじゃなかわけ、こうジグと一緒にもったら何だろうするけど、ジグよりもこっちで何とか食うわけよ、お前、うん、なんか髪がかかっとったら多分こっちもね、ちっちゃかったよ、うん、エギングルートとかですよ、食いの弱かなとか思った時とか、ね、あのちっちゃかベッドバッグ食いよった時とか、うん、えてして食いの悪かすね、うん、でそがん時とかにこいつでエギングルートに帰ってから投げる、うん、ここは初心者でもただ巻きの スピードの遅いわけです。こっちはこうしてくるに対してこのぐらいの違いの出てくるような感じ、うん、で浅赤とことか有明海でそがんと使うけん、うん、こっちの方は有明海では絶対に効く。へえ、早巻きしたくないバイブレーション使えた時とかにはこいつで作るってこと。へえ、色こだわりないんですね。有明海だけ唯一黄色チャート系、チャート系、うんうん、そんだけ。こいつね結構ね、好きな人は好きと思うけど、このダニエルヘッドロック、おい多分ルアーでのヒラメほとんどこいつじゃないか、うんうん、ダニエルヘッドロック色はね何色も持ってしまうとね、コスパの悪かさ、いっぱい欲しかい、うん、これ気に入っとっけ、これいっぱい欲しかい、うん、若い、うん、そういえばルアタックルボックスの中に同じか種類の靴何個で入ってくるぞ、うん、いろいろ買いよ、いえばあれどんなんやったか分からんくなるわけ、うん、
初めの頃でタックルボックス5個ぐらいしか入ってないわけで、小枝すぎこの枠の中に1個ずつしか入らんもんだとこからスタートするわけ、うん、若いやろ。わかりました。それさ、声でかかったんだけどさ、種類は覚えとっても色何やったかなってなってくる、うん、色まで覚えとったって、その色まで欲しくなって他のとここの中に入ってきた瞬間もうわからんくなってくるわけで、買いに行った時何やったっけなって、うん、それまた違う色も買ってみて、それ引っ掛けて、うん、もう2個買うわよ、うん、それね、同じ色の人でさ、うん、2個ずつ買えばよかった。なんか、おいはもう一色に定めてるのは、買いに行った時にも困らないし、うん、ね、亡くなった時に違う色ば投げよった時ちょっと切なかわけよ、うん、じゃあもう一色でいいやってなって。じゃ続きまして、お青物バージョン、青物バージョンを聞きたいです。バージョン聞くといけるかいけんかわからんけど、青物も聞くね。ヤズクラス行こう行こうか、うんうん、ネリーゴとかヤズとかスマとか、うんうん、その辺行こう。ライト行こうか。ライトって言ったら、まあライト初は地擬態ね、うん、60g までぐらいっていう認識けど、これ 61g けどギリ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 つく 1g。 鯉は大好き、大好物を、 あれだ大好物だ、鯉大好物、うん、これ結構使うよ。これちょっとでかいやつだ、これこれこいつも投げる、うん、これもちょっと鯉とライトじゃなくなっとくかもしれない鯉ね、あの浮き上がりの早かったですよ。へえ。こいつもこいつとこいつの浮き上がりの速度はちょっと違うんです。うん、引いた時にこいつはバシャってなる、こう八の字じゃなくてこうなる、うんうん、それでこうなる、バシャバシャ。こいはもう本当にちょっとパワフルなら、うん、もうジャーク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 、うん、ちょっとだけ潜ってくるさ、こいつ、このバシャポンまでのバシャポンのタイミングちょっとどっちも違うけんが、一、うん、回よう見てポンの瞬間にちょうどの時に低く行ったジャバって綺麗に泡のバサッバサッと、うんうん、こういうとこういうで、要はちゃんと投げてからね、タイミング見て毎回引くタイミングが決める、うん、このサイズとこの軽さであの飛距離は結構ね飛ぶルアーなの、うんうん、だけど本当にジャクソンは多分中間も上手に取ってやってるもんね、このフラウラーはすごくいいです、うん、なんかいつの間にキャスティングになってしまったけど、うん、ライトやったよね。そうですね、このメタルエフェクト、うんうん、こいつはね、素晴らしいね、このジグ、これ、ジャクソンさん、イグマさん、すみません、ほら、もう目ん玉取れとくけど、こいつで何で釣ってきたよ。イグマさんの殻、うんうんうん、こいつでこの間クエ釣ったったりね、うん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 、クエ、これ 30g、 こっちが 40g、 ズブラから、うんうん、飛距離もずし、沈みも早かし、扱いやすいっていうのがすごくいい、うんうん、これライト、サゴシとかね、このちっちゃかったのサゴシのサワラとかももちろん食っとし、うんうん、ヤズも食っとし、ひいちゃんたちと行った時に平正にぶち切られたけど、それもこいつ。へえ。竿とリール、ルアーは皆さん基本的に用意すると思うんですよ、釣り行く時に、うん、最低限これあった方がいいよ。難しかね、あ、この辺もいいとこと。そう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 、でもうプライヤーとフィッシュグリップはもう必須よね、うんうん、絶対必須と思う。これは必須。親父、何度もこいつも持っとくけど使いもしない、こいつせんけどまあ、あれっかり慣れとっけね、ちょっと申し訳ないけど、使いつってもなかなか使ってくれない映画残ってますけどね。まこれはあった方がいい。指に詰まってたのかな、ナイフけど、朝日の締めるやつ、うんうんうん、ちょっと枠の広がんなって思うとは、うんうん、この、うん、これ2セット一緒もらったら話と思ったな。コイのコイチョ入っておけたら結構使いみたくけどね、これタイバリ、あーこれ15かな、15号ぐらいかな、基本泳がせてやっぱ強かったりするわけ、うん、ただこうもすると思うけど、泳がせるってな、釣り場に行ってさ、カマス乗ったりアジ乗ったりして、うん、アジばっか狙いに行くのもあるけど、うん、アジじゃなくてシーバスとか、ね、青物のライトが行ったってするき、アジのいっぱいおったの目の前に分かった、うん、アジはまあちょっと弱かもしれない、でもカマス乗ったりするって、うん、カマスは強かさ、うん、でイカの泳がせも強かさ、うん、こいっちょあげさ、糸の結び方1個知っとけば、うん、泳がせすぐ開始できるわけ、うん、まあ、泳がせも今度ね、一緒にまた今度行くと待ってんがさ、うん、この中にトレブルフックナイトとかのゲートなんだ、泳がせだってここの使いしゃんもんね、こういうの使いしゃうことが大概の場合、すかすことのおかげ、うん、加えて食いの浅かとかさ、トレブルフックとかつけてさせやすくすると、うん、すでもまあね、簡易的にはほんとこのタイバリ1個あれば、うん、泳がせは簡易的にけどできる、うん、カリは1個あってよかったんかなと思う。あ、まあまあこれね、まあシーバスとか、まあ、青物、まあ、一番多分多いんじゃないかとかなと思うけど、うん、その2つはシーバスロットで堤防とかやったらね、ちょっとした青物とかも狙えるし、まあ、幅広くできるジャンルのものやっていうか、うん、でまあ
ちょっと分類に分けて、けいこたんにこうやって聞いてもらえれば答える。ということで、今回のシーバスからライト正直まででしたけど、いかがでしたでしょうか。あくまでもこれは自分の持論ですので、プロでも何でもない一般の釣り人としての意見として、まあ、というかね、聞いてもらえればと思います。平子さん、ありがとうございました。今日の質問者はけいこたんでした。はい、私でした。はい、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もうひろきちゃんちょっと泣きそうやったもんね。